皆さんこんにちは。今日は自宅にあるこのレイアウトを少し拡張して遊んでいきたいと思います。このレイアウトですが、見てご覧の通りに楕円型ですけれども、だいたい2周してですね、一巡する形になっています。ここちょうど分かりますけれども、2階と1階に分かれていて、今2階からですね、伊豆急のリゾート21降りてきましたけれども、1階に降りてぐるっと一周していく形になります。こちらですけれども、高か不高かですね、床にドンと置いてるだけですので、このレイアウトの周りに新たにですね、複線の線路を敷いて、複線というかですね、4本まとめて走るようにしたいと思います。今回はこちらのトミックスの高か複線スラブ大円セット、こちらをですね、このレイアウトの周りに巡らせてみます。結果こんな感じで、外側にですね、複線のスラブ式の線路があって、真ん中にですね、今僕がこう作ったジオラマレイアウトがあるという形になります。今回は平成初期ということで、新幹線とですね、在来線それぞれ走らせますので、そちらの画像をお楽しみください。